が太陽パラ。今日はね、これから私のね、一番のお友達さなえちゃんと一緒に解説をしていきますので、よろしくね。ではさなちゃん、どうぞ。はい、不思議少女ナイルナトトメスこと中島さなえです。解説なんてね、私にどこまでできるかわからないけども、とにかく頑張ります。さな、トロいもんね。まあね、でもゆうこちゃんがついててくれるからちょっと安心かな。じゃあ、一番最初はからだった。まあ頑張ってね。うん、私だってね、ほら、もともとはごく平凡な高校生だったの。うん、ところがご先祖様のお墓前に行った時に、間違ってね、お墓を壊しちゃったのね。そしたらそこから51匹のナイルの悪魔が飛び出してきちゃったの。バチ当たりだね。すごいよね、自分で。エジプトだったな、なんか先祖とか。そう、そこで、私のおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんの遠いおばあちゃんが私にトトメスになる力をくれたの。あ、そう。私はね、だから51匹のナイルの悪魔を捕まえるために頑張ったのよ。ほら、でも勉強だってあるし、正体暴れちゃいけないしね、もう大変だったのよ。すごい、あ、それ大変だよね。ごめんなさい、ピラミッド壊したのは私です。何？なれば我が遠き孫サナエよ、お前がトトメスとなり、この世を不幸のどん底に陥れる51匹の悪魔を今すぐ退治して、この世の平和を救うのです。え、イブンバツータスカラベルージュ。でも大丈夫、出来損ないのナイルの悪魔ですから。出来損ない？はい、普通のナイルの悪魔は善良な市民を不幸のどん底に陥れるんですが、出来損ないのナイルの悪魔は善良な市民に不幸のどん底に陥れられるんです。マネミ、どういうこと？小学生の私にそんなこと聞かないでよ。やっぱりこういうことは照れをなくして。少女ナイルナトトメス、お前がナイルの悪魔であ
あと50匹。こういう時はトドメスになって、自分がついたカラメルージュ。やっぱりわからない。この東大学園に仲間入りした月ひかるです。先生だなんて堅苦しく考えないで、皆さんのお友達にしてくださいね。魔女先生こと東大学園の月ひかる先生は、まあ言ってみれば私たちの大先輩ってとこかな。うん、本当はアルファ星のお姫様で、宇宙連合の平和監視員として地球にやってきたんだよね。うん、それで後にはアンドロ仮面に変身できるようになっちゃう。いいな。私も小学生の時にさ、こんな先生がいてくれてればよかったのにね。まあね、きっとみんなそんな風にね憧れてたんだと思うんだけど、アンドロ仮面ってさ、なんかアンドロイドかなんかそんなになんだろうかな。いやいや違うでしょ。違うよね。そうだよね。だけどこんな風にさ、私たちも言ってもらえるようになるのかな。まあね、アンドロ仮面と言われない。いや言われたよ。言われない言われない。まあ、とりあえず私もフォアトリン、うん、美少女仮面と言われるようにね。うん、私も不思議少女。不思議だね。不思議だね。まあ、ね、言われるようになるね。ね、しばらくは学園を舞台にした懐かしいヒロインを見ていくことにします。うん、女の子がメインで活躍してるんだよね。そう、暗くやらかしん、サナはさ、あ、おばさんが帰ってくる。いた、知らないのよ。だってまだ生まれてないんだよ。だって46年とかってまだだもんね。そうだよね、私なんかも全然生まれてないよね。生まれてないの。とりあえずそれに47年だから、そうね。もう近々あれ見ろ、ほら。え、大輔くんが合点だ。あ、よくもやったわね。あった、あたしじゃないもん。謝るもんか。帰ってよ。あ、帰って。パパ、嘘なんかついてません。あの時石の陰に何か小さな生き物がいたわ。その生き物がやったのよ。そんなこと誰が信じるものですか。緑、本当に素手でやったんだね。ベルカイアルアマサラク、ナイナイパ。探偵団シリーズまで来ると、さすがになんか新しいって感じがするもんね。そうだね、
子供からやったらもう分かるよね。ちょっと分かる、あれ見たかなっていうのが、そういう感じあるよね。まあこのね延長戦に私たちもいるからね。そっか、そうだよ、うん。ちょっと見て、アダムとイブのイブでしょ。世界最終兵器、この人たち。やめてよ。お前鍵持ってないな。私はあるところに隠しておいたわ。みんなどこに。殿下となんか結婚するもんですか。お姉ちゃん美人だね。パイパイは中華魔界から来た中華魔女なんだよね。そう、まあね、中華魔界を支配する五目殿下で結婚を迫られちゃってさ人間界に逃げてきちゃうなんてね。すごいよね。しかも五目殿下はパイパイの恋人のメイモンドをラーメンに変えちゃうんでしょ。ラーメンに変えちゃう。すごいよねこれはね食べられちゃったらどうすんだろうって考えちゃってね、まあそれでねパイパイはラーメンだと恋人をね探し回るわけなんだけど、かわいそうだね。かわいそうだよね。もしかしてゆうこちゃん、何よ、そんな風に思う人がいたりして。あんじゃそうじゃなくてさもしそうなったらっていう意味だってば。なんだ。でもさ、それにしてもなんていうの、パイパイが母親代わりに王をすることになった高山家の三人兄弟ってさ、すっげえ生意気じゃない。私さ、まだうちのさ、アタクトとかさ、なんか桃子とかの方が可愛いような気がするでもなんか男の子たちって本当はパイパイのこと大好きなんだよ。だからほらそういうところがなんか恥ずかしくて恋じめちゃったりするってところが可愛いって感じ。あーそっか、まあね可愛いだろう ね子供だし、子供だしっていうことだよ今戦う気分じゃないの。ウーラーナ、シャイオパラタイオパラカーサイターボー。おおおお、ああ、出た、中華魔女。ウーラーナ、シャイオパラタイオパラカーサイターボー。ありがとう、シンゴくん、トオルくん、アキラくん、高山先生、みんなありがとう。シャヨパラタヨパラ、心眼霊物加工強霊一サムライコ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 。大中華の神々にその偉大なる力我に与えたまえ、我に与えたまえ。
これをあなたたちに渡してくれと。バイバイはみんなと暮らしたことを一生忘れないでしょう。忘れないわ。中華魔女、ごめんなさい。バイバイは、バイバイは。お父様とお母様の居場所ご存知じゃありませんか。パイパイの後に高山家に来ることになったのがイパネマ。うん、イパネマも中華魔界の魔女なんでしょ。そう。でもさ、お金持ちだった家が破産しちゃって、うん、両親が人間界に逃げ込んじゃったために探しに来たらしいんだけど、本領はなんか破産しちゃってっていうのがすごいよね。すごいよね。でまだ借金抱えてなかったらいいよね。そんな。まあね、それで、うん、あの正中華魔女女子学院を卒業したのに、授業料を払ってなかったために、卒業の証のペンダントもらえなかったって。すごいよね。だってさ、授業料を払ってなかったらさ、授業を受けさせてもらえないよね、その前に。受けてたってことがすごいよね。ね。それでほら、パイパイのペンダントで、やっと返信ができるようになったんでしょ。まあね、そういうことだね。見つけ出してね。見つけ出してね。まあ一般でまもね、パイパイと同じように高山家でね、あのほら、三人兄弟。あーってことだよね。そうだね。でもほら、イパネマに使えるユーフラテス。あー、イパネマには散々ひどい目に遭わされたみたい。かわいそうね、イパネマって結構。お願いがあります。怖い。イパネマをパイパイさんと同じように家に置いて。うん、お願い。パネマ、家庭教師が嫌なら学習塾に通わせてもいいんだぞ。そうだそうだ。もう完全に怒った、許さん。逃げろ。もう一度やめてください。お前じゃない、あのさんバカよ。いない。よくも逃げたな。この先誰でもいい、お前だ。え、ちょっとやめてください。すごい迫力。うん、でもあれは高恨みだよな。うん、そんな高恨みはやめてくださいよ。待ちなさい。よーし。まただ。私としたことが、なんてみたらなことを想像してしまったんだ。アメリカザリガニさん、中華魔界から行方不明になったイパネマのお父様とお母様の居所、ご存知じゃありませんか。イパネマ様、イパネマ様、チグリス、ユーフラテス。中華魔界から夜逃げなさった旦那様と奥様が見つかりました。どこで。あなた、頼みますよ。ペンダントは聖中華魔女女子学院の卒業証書だったんだわ。
ほら、その証拠にイパネはこの美しい中華文書になれちゃった。三軒茶屋のおばさんを光り輝く英語の名門に、シャオシャオをパイ。三軒茶屋のおばさん、お前は中華魔女。理由は何だか知らないけど、とにかくお前をやっつける。はあ、なんじゃそりゃ。たまにはそういう正義があってもいい魔法、シャオシャオパイ。この正義の大ハンコが目に入らぬか。ゲゲ、お仕置き。えい。たまにはいい薬じゃよ。そうね。あれ、その時。ダメ、これ私のものだから。ダメ。考えてみれば、私たちもさ、いろんな敵と戦ったよね。うん、本当大変だった。でも私たちの先輩もずっと戦い続けてきたんだよね。そうね。それじゃ あ、これからそんな先輩たちの活躍を見ていきましょう。うん。たけしさん、私じっとしてられなかったの。それでたけしさんの後をつけて。ひどみ。すぐに警察に届けましょうよ。ダメ。マスター、お客様は。客。その若い男ってルリ子のお父様を殺した犯人なのよ。何。ねえ、奥の方へどうぞ。皆さん奥の方へどうぞ。どうぞどうぞ。うわあ、ご機嫌じゃん。さてと、私は 90cc を少しね。私は初段。え？えい。私は空手初段。私フェンシング。全然？全く。全然？だから教えてほしいんじゃない。いいじゃん。ケチケチしないでさ。へえへえ、励ますよ。開けるのはいいけど、ドカーンとなっても知らないぜ。うわ、スリルだ。やっぱり仮面ライダーってすごいよね。ライダーと一緒に戦った女性だけでもこんなにいたんだもんね。すごいよね。すごいね。やっぱりちょっと昔の人って感じかな。髪型とかもね。まあみんなね、頼りになりそうな人たちばっかりだったからさ、まあ、ライダーガールズって言われるだけあるよな。これだったらさ、ライダーだって安心して戦えるよね。戦えるね。すごい、なんか強そうじゃない。強そう。うん、ミニスカートとかね。さすがって感じ。昔からやっぱりミニスカートとか、ね、これを愛子さんに渡すまでは気になって夜も眠れないわ。滝さん、少年ライダー隊は私たちで立派にやってくわ。頼むぜ。滝さん、お元気で。うん、うん。直樹君から連絡が入ったわよ。すぐ本郷さんに知らせる。これが怪獣モンスターの缶詰だよ。チョコったら、滝さんが行方不明だってのは本当によく食べるわね。うん。口を返してない時ってなんじゃない。大きなお世話。私たちが心配したってしょうがないでしょ。どうしたのよ、嫌な感じね。ね。待って、 V3、 お願い教えて。あなた風見城さんなんでしょ。
いいえ。涼子さん、しっかりするんだ。圭介さん、おデートに花なんか持っていくはずないでしょ。圭介さんはその点ダメな若者ね。そういう原因とはなんだか感じが違うようなんだけど。そう言われると私もちょっと変な気がしたわ。子供？何か事件があったの？うん、話してる暇ないんだ。ああ、もうバカにしてるわ。マサコ、しっかりして。アマゾン。そんなこと言っちゃアマゾンが怖いね。いいからどいてなさい。あっち行ってよ。みんなアマゾン、あいつのせいだわ。オッケー、危なくなったら呼んでね。ライダーガールズと言っていいのかわからないけど、うん、やっぱり忘れられないのが電波人間タックルよね。なんだそれ。ライダーとさ一緒に戦った唯一の女性の改造人間ってことなの、うん、これは。そうなのよ。なるほど。だからドクター・ケイトを倒すために命を捨てちゃうので、やっぱり悲劇のねスーパーヒロインだけども、やっぱりかっこいいのよ。あー、スーパーヒロインの鏡みたいな人だね。そう、うん、女だって無理じゃないわよ。負けるもんか、あんなやつに。そうかしら、いくら化けても実の娘の目はごまかせないんじゃなくって。機械人さん、待って。何だと？ブラックサタン、子供たちお返し。うるさい。貴様何者だ？電波人間タックル。歴代のライダーたちにもそれぞれ必ず助けてくれる女の人がついていたのよね。そう、中には素敵な恋人もいたし。いいよね。どうしてさ、私たちにはそういう人がいなかったんだろうね。でもたまにはちょっとそういうこともあったけどね。え、あったっけ？あったよ。でもさ、恋人って呼べるほどじゃなかったよ。やっぱりさ、巨大な組織と戦わなきゃダメなのかな。そう、真実の愛は苦しい戦いの中から生まれるのよ。バカじゃない。恐ろしいことだ。ああ、兄貴たち帰ってる。孝太郎さん、2階探してくるね。孝太郎さん。なんだお兄ちゃん、ここにいたの。返事くらいすればいいのに。信彦さんは？やっぱりツーリングだったんだ。3日も4日も留守にして。はい、電話ぐらいくれればいいの。見たけど。大丈夫？孝太郎さん。ああ、怪我は？大丈夫大丈夫。ほら、なんともないよ。怪我一つないなんて。よかった。でも変ね。
動くな。京子ちゃん、さあ。ああ京子ちゃん、はい。水の妖精的場京子が戻り、4人の戦う仲間が集まった。4人の戦士よ、そして戦え仮面ライダーブラック RX。 赤影誕生。でも私みたいな女誰もお嫁にもらってくれないわ。とんでもない、姉ちゃんみたいな美人を放っておくもんか。赤影よかった。あるわ、一つだけ方法があるわ。宇宙ステーション応答願います。通信不能です。何先生。大丈夫よ、これがあるわ。ただいま。おかえり。いつもより遅かったじゃないの。友達を連れてきちゃった。上がってもらってもいいでしょ。いいわよ。パパが買ってきてくれたおいしいケーキ持ってってあげるわ。何人？一人と一匹だよ。この間みたいにレスリングなんかして暴れちゃダメよ。おかしな友達ってどんな？それがね、覆面なんかしちゃって。ああ、また不条のいたずらよ、きっと。どうした、西野君？昨晩箱根の山に落ちた大隕石の中から金属製の丸い物体が出現して、確かにそれは問題ですね。あ、支部長、サタンローズがこちらに向かってきます。ユニコーン本部から日本支部に新しく派遣されたマリー花村さん。グーテンタク、ベロスダルです。ボンジュールギャルソン。そうよ、到着地点は W2-002-U3-U7、 直ちに向かってください。まあ、あの格好ったら。観光女王様、行きましょうよ、お母さんを探しにね。うん、よっしゃ、気を持ち直して母を訪ねてけなげな旅だ。行こうか。でも、母さんどこ行ったんだろうな。よかった。お客さんと違うの？信じられない。あの、長女のナミです。ユミです。さっきはごめんなさい。あなたは誰？顔を見せて。おい、ジュン。ありがとう、ザビタン。うわぁ、ケンジ君、よかったわね。あ、ケンジ君。よかったな。目に釣られてきやがったな。
配させやがって。兄のたった一つの形見です。それじゃあ早川さんは。私もひどいこと言い過ぎたわ。だから早川さん行っちゃったのかしら。私も行くわ。お兄さんを殺して犯人を探す旅に。傷はどう？お父さん、三郎君が。恋人が来たわ。恋人？ジェイ姉ちゃんはね、中井隊長と結婚するのよ。ルミ、だって本当だもん。僕保証します。仮面ライダーの他にもヒーローたちと一緒に戦った女性はたくさんいるのよね。本当だ、いっぱいいるね。やっぱり戦うヒロインって永遠なのね。くそ。海洋汚染のために住めなくなっちゃって、乙姫をはじめとする竜宮城の住人たちが陸地で暮らすことになっちゃったんだね。でほらミュージカル仕立てでいろんな歌もあるのが楽しいんだよね。いいよね。でもさ、ね、よく本当に考えるよね。歌とかも歌も面白いね。みんなね結構他の人が書いてるわけでしょ、うん、そうだね。さすがだね。亀を助けていただいたついでに私も助けていただけないでしょうか。あなたは竜宮城の乙姫。竜宮城の乙姫？また。太郎くん。ねえ、この問題だけでもいいから教えて。やだよ。教えてよ。お願い。ねえ、ママ。シーラカンスは昔何になりたかったんだっけ？大学教授。竜宮城の魚や貝は歌うことが大好きです。シーラカンスは昔、シーラカンスは昔大学教授になりたかった。でも今は野球選手、偏差値の高いホームラン打つぞ。シーラカンス、シーラカンス、シーラカンス。じゃあ次の買い物へ参りましょう。はい。恋をしていそうだったから。なんだか知らねえが田舎くせえ芝居しやがって。
崩壊させた一流商事会社と戦う時です。人生は二度ない、三度ある。崩壊した竜宮城の主、乙姫キリッ。ロボコンみたいにロボットとか宇宙人とかが人間と暮らすっていうのも楽しいよね。そうだね、見てたよ。私も見てたよ。ロボコンとかロボットハッちゃんとか、うん、バッテンロボもある。あーあったね。あったでしょ。見た見た。あとはもうドキンチョネムリン、タミタマ。それは最近っぽい気がするよね。そう、最近っぽい気がするけど、ぬいぐるみやっぱりそういうのって面白いよね。かわいいもんね。なんか可愛かった。いいなとか思っちゃった。ドキンチョネムリンは確かさ、眠ーとか言ってすぐ眠っちゃうような。かわいい。そうそうそう。なんか家に自分家にもいたらなとか思ったよね。いたらなとか思った。そうや、ペットントンとかもね。そうやってたよね。考えたらかわいかった。ペットントンない。懐かしいよね。懐かしい。でもほら、そういうのってみんな大体さ、最初の方みんな迷惑かけんだよね。そうなんだよね。だけどもこういう家族や仲間がいたらやっぱり楽しいと思う。愛ある限り戦いましょう。さあ最後はゆうこちゃんのポアトリンだ。じゃじゃん。皆さんお待たせいたしました。大変長らくお待たせいたしました。ポアトリンの登場です。うん、そう、私がね、まあ、ポアトリンになったのは、まあ、ほとんど災難みたいなものっていうかね、そういう感じで、まあ、ある日突然ね、まあ、神様がこうなんていうのかな、ほら神社のね、なんていうかな、下にほらなんか寝てたので、変なのジジイだなと思ったら、そしたらいきなりなんか神様だったのよ。ほいでいきなりご町内の手渡安全を守ってくれみたいなさ、いきなり大変だったんだよね。だけどやっぱりほら、正体がバレちゃったらカエルにされちゃうって言ってたじゃない。あれはちょっと嫌だったよね。びっくりしちゃった。カエルでしょ。そう、カエル。桃子はザリガニ、ザリガニプチッと。そうだそうだ、そうそうそう、大変。まあカエルね、まあ最初ね、もう試しにカエルにされただけでもすっごく気持ち悪くて、だよね。でその後もずっとなんかカエルっぽく感じでこうずっとね、ゲームにこなしたんだけどね、元に戻ってからそう大変だったんだから。だけども、うん、大変と言ってる割にはね、うん、とっても楽しそうに見えたの。大変だったけどね。なんかヒーローになれるっていうのはなんかすごい気持ちのいいもんね。そうだね、うん、そういうのも耐えれちゃうってことかな。そうだ、うん。ございましょう。
美少女仮面ポアトリンとなってご町内の、そしてついでに宇宙の平和と安全を守りましょう。いけません、どうかお許しを。それからコスモマジックメタモルフォーゼの秘密を誰かに喋ったときは、こうですよ。神様、今日から美少女仮面パートリンか。ポアトリンの特集？そうだ、その話、私も乗った。え？日本史レポート、平成の偉人美少女仮面ポアトリン、最高じゃない。愛ある限り戦いましょう。命燃え尽きるまで美少女仮面ポアトリン。ポアトリン、お竜のシスター、迷える子羊よ、どこへ行くのです。オリュード宮本武蔵、オリュードコマンド兵士、オリュードボクサー、オリュードギャングの幹部。コスモマジックメタモルフォーゼ、戦いましょう。命燃え尽きるまで美少女仮面ポアトリン。ポアトリン、あなたの正体を暴いて差し上げましょう。あ、中古のテレビゲーム屋のおじさん。一見親切そうな中古のテレビゲーム屋さんの主人、実は子供たちの敵、怪盗テレビゲーム小僧。世間を騒がす悪党ども、このポアトリンの目を逃れて悪事を働こうとは何たる不届き。たとえ正義が許しても、たとえ国際連合が許しても、美しいスポーツマンシップが許しても、都立上野動物園附属水族館が許しても、母国のフランス国旗トリコロールが許しても、霊界の宣伝板丹波哲郎先生が許しても、マリリン・モンローが許しても、商売の天才紀ノ国屋文左衛門が許しても、こんなん出ましたけどって有名な泉篤野先生が許しても、たとえ宇宙が許しても、この美少女仮面ポアトリンが許しません。覚悟。ごきげんよう。愛ある限り戦いましょう。命燃え尽きるまで美少女仮面ポアトリン。ありがとう。ポアトリンは破れたり、お嬢ちゃん、ポアトリンプチッとになるつもりはありませんか。ポアトリンを暗黒世界の帝王デアブルから助ける伝説の救世主ポアトリンプチッとに。コスモマジックメタモルフォー
きてデアプフを倒しなさい。コスモマジックメタモルフォーゼ。お前は愛ある限り戦いましょう。命燃え尽きるまで美少女仮面ポアトリンプティット。手強いやつ。ポアトリンプティット行くわよ。はい。このポアトリンとこのポアトリンプティットが力を合わせて守ります。守ります。お待ちなさい。皆さんいろんなヒロインたちの活躍楽しんでいただけたでしょうか。まあもちろん私たちの活躍もねよろしく、うん、でも私たちの解説これでよかったのかな。まあね、これを見てくれた人たちはみんな優しい人のはずだから。もう僕は大丈夫だ。そうだよね、これからも私たちスーパーヒロインはいろんなところで活躍し続けますので、ずっと応援してくださいね、うん、それではごきげんよう。皆さんこんにちは、美少女仮面ポアトリンこと花島優子です。皆さんこんにちは、不思議少女ナイルナトトメスの堀川さないです。一番最初困ったのが、うん、なんじゃなんかやっぱり見ててもまだ変われてるじゃない。やっぱり変身してポアトリンになってかっこよくビシッてなってるんだけど、トトメスになってもトトメスみたいな、ちょっとね変わってないよ。それはわかるな。それが本当悩んだな。そう、あでもなんか良かったよ、すごくトトメス。なんか最後の方になると、うん、ちょっと自分でも、うん、なんかトトメスなんだって意識が出てきたのかもしれない。少しなりきれた。でもやっぱトトメスはね、やっぱサナだよ。雰囲気もサナだもん。でもそれ言ったらパートリンサナちゃんだよね。パートリン私か。そうだね、うん、でもあの衣装は派手だったね、二人とも。派手だったね、うん、で、花ちゃんがミニスカートだったじゃない。そう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 。で、私がズボンだったでしょ、うん、怒られたの結構見てる。なんかね、うん、よくいろんな地方とか行ってもいろんな人に会うじゃない、うん、じゃあなんでズボンなんですかとか、あのミニスカートが楽しみだったのにとか言われたよ。そう本当。でもトトメスっていうのはナイルでしょ、ナイルの方こういう人たちってやっぱりこういうズボンじゃん、ね、そういうイメージで作ったからね、うん、まあそれはしょうがないんですよね。みんなあんなにボロボロの服着てたもんね。そう、私もかわいそうでさ。そうだよね、相性ほら人のこと言えないからさ、とりあえずさ、うん、そんなに私ももらってない方だったから、だからもうかわいそうでさ。もう黒話があったら私も大変よ、黒話ばっかりでねえ、うん、だからさ、みんなあんなに朝から夜までやって。そうだよ、で私だからもう給料上げてほしいなとか思っちゃった。うん、もうちょっと値上げてあげると喜ぶんじゃないかなとか思いますけどね。あんないい人たちだもんね。そう、あんなにいい人たちだもん。本当だよね。とりあえず、うん、スタッフの人たちにはお金あげてほしいな。もう頑張ってるもん。うん、そう、でもさ、ずっとやもんね。そう、あとちょっと話しちゃった、ごめんね、コロコロ変わって、うん、衣装いつも同じだったよね。なんかあの変身する前の、そうそう、だから変身する前の時の衣装っていうのは
私が着てるやつをそのまま使い回ししたりとか、私がほら柴咲若ちゃんが着てた時代のを着てたりとか、いや見てたらおかしかったよね。おかしかった、あこれ着たとか、私も着たとか言って、よく衣装の時も、うん、あこれ優子が着てたんだよとか言って着るとか、おこういうみたいなそうだよね、そう、うん、なんかでもジーンズが多かったでしょ、下のジーンズのスカートとかじゃん、で足が履かなくって、うん、ちょっと違ったからとか言って、上がリーだから多かった、あ一緒が、なるほどね、うん、でも私話はめちゃくちゃ面白いと思う、面白い、あったよ、笑ったわ、笑っちゃう、うん、さだっけおっかしいね、よく考えるなと思うよね、あったし、あの人も本当天才だと思う、天才だとかまでもうそれは褒めすぎだけどさ、でも私本当にすごいと思う、話の作り方とかも一番最初に決め文句、うん、だからアドニーにしても、うん、トトメスにしてもさ面白いよね、私はこの話もどこ行っても行ってって言われるでしょ、やっぱり、うん、今でも今でも愛ある限り戦いましょう、あそう言われる、トトメスに言われる、ね、言われる、今照れちゃうけどね、ねえあちょっともうみたいな、そうなんかあの格好してればできるって部分もあるよね、そうだから今あの格好してるなんか自分じゃないような気がして、自分じゃないような気するよね、するな、うん